いたいた。こんなところで何してる？いや、よくここが分かった。一人になりたいって言ってたから。だったら一人にさせてくれ。何よ、せっかく、いや、心配はしてないけど。私だって、あんたのことなんて放っておこうかと思った。そんな言い方。電話鳴ってるけど。ああ、参りからだ。もしもし。あ、参りか。うん。どうした？あのね、ダル君から聞いたんだ。オカリンがなんだか変だったって。マユシーはコミマに夢中になってて、オカリンのことよく見ててあげられなかったね。いつもならオカリンが元気なかったらすぐに気づくのに、ごめんね。でね、何かあったの？オカリン？何もないよ。そっか。あのね、前はよ、例えば、玄武と朱雀と青龍と白虎だ。そうそう、そういうね、オカリンのお話。でもねえ、オカリン、そんなこと。じゃあ、トゥットゥルー。マユリ、なんだって？あいつ、いつもは空気を読めないくせ。重に。俺は一度だって。だったらそれを、はっきり言ってあげればいい。岡部。これまでのあんたなら、悩んだりしなかったはず。とりあえず、マユリに会いに行くべき。あの子だって、いろいろ思うところがあるんだろうし。結論は出た？あんたって何？ただの錯覚かもし。そこではあんたはそんな岡部がってとにかく私にはな。自己分析した。だあんたは怖くないのか？なんだか廃墟に迷い込ん。まるで私たちだけ。ふと、もしあんたがベータ世界線。私だけは。そうしたら所詮俺はお前も救う。できもしないこと言わなくていい。怖くないかってさっき聞いた。怖いに決まってるでしょ。自分が消えるかも。あるいは
誰もあんたがいなくなったことを認識してないせいかもしれない。そんないろんな可能性を考えても、だから迷い、クリス、もうなんか濡れてる服着てダメだ。こんなの全然論理的じゃない、仮説にすらなってない、全部根拠のない妄想。こんなしょうもない妄想を垂れ流す脳の機能をカットしてやりたい。聞いて、両方救うのは無理。どうあがいたって確率は2分の1なの。だが、だがじゃない、私の結論は変わらない。マユリを助けて。そう簡単に、そんなのできるかできないかじゃない。ダメだ、岡部、他に解決策があるの？ないんでしょ。私はもし、お前はこんなの。ごめん、ありがとう。でも、もう十分。私は大丈夫だから。あとは、マユリのことだけ、考えて。俺は、諦めない。絶対にだ。話にならない。お前、私は大丈夫。英雄気取りか、こあんたの頭の、俺はあんたがマユリを相対的判断など俺は神じゃない。誰を助けて誰を見殺しにするかなんて、俺はもう決められない。だから俺はどうせ無理。回避不能。岡部一人がどれだけ頑張ったって世界の維新には勝てない。それでも俺はもう勝手にしろ。さよなら。もう本当にバカだ。バカにも程がある、このバカ。逃げるの？なんで？あんたが
ベータセク。それではこれより勝利の時は来た。この俺、この勝利のため訪れるのは、全ては世界は再構成される。はい、もしもし。え？誰が？僕が？お父さん？君の？何言ってんの？は？岡部凛太郎に代われ？なあ、岡凛、謎の女が代わってくれってさ。誰だ？お願い、今すぐラジカンの屋上に来て。だから誰だよ。私は2036年から来た。そこにいる、橋田イタルの娘。名前は、天音鈴葉。ちょっと待て。鈴葉が、なんでここにいるんだ！
嘘だろ。わあ、あれ何？ロボじゃね？変形とかしたりして。岡部、凛太郎、スザ、なんでだ、なんでお前がここにいる。質問に答えて。君が岡部凛太郎？いや、待て。ちょっと待て。私は2036年から来たタイムトラベラー。オカリンおじさんに頼みがあるの。おじさんなの？この世界線の未来では第三次世界大戦が起きちゃうんだ。それを回避するために私に協力して過去を変えて、お願い。なんだよそれ、なんなんだよそれは。第三次世界大戦って大変だ、大変だよ。いや、つうかさ、タイムトラベラーってマジ？釣りじゃなくて？父さんは黙ってて。父さん？はあ、びっくりした。謎の美少女にいきなり父さん呼ばわりされたでござる。どうせならお兄ちゃんと呼んでくれ。待て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 、待ってくれ。そこにある人工衛星のようなものはタイムマシンか？お前の父親が作ったのか？そうだよ。お前は一体どこから来た？2036年から1975年、2000年を経由して。経由だって？あのタイムマシンは未来方向にも跳躍できると言いたいのか？そうじゃなきゃタイムマシンとは呼べないじゃん。お前は違う未来から来た。違う未来？2036年はどんな状況なんだ？
セルンによるディストピアは。セルンって何？ディストピア？さっき第三次世界大戦が起きると言ったよな。そう、その戦争で人類の総人口は10億人まで減ったの。10億って、今の総人口って67億人ぐらいじゃなかったっけ？だとしたら57億人も死んだってこと？核兵器が使われてね、かつての冷戦構造にそっくりだった。きっかけはタイムマシン。 EU とロシアによる開発競争が火種になって、それにアメリカまでが横槍を入れたから収拾がつかなくなった。世界を滑る可能性を持つ夢の装置、それを手に入れることは過去から未来までを全て手中に収めるっていうことになるわけだから。2036年には戦争は終結してるけど、地球はボロボロ。もうさ、人がまともに住める世界じゃないんだ。そんなのありかよ。なんでこんなことになってるんだ。お前が言ったんだぞ、ベータ世界線なら平和な未来が待っているって。今が未来への大きな分岐点で。そんなのは知ってる。だったらわかるでしょ。このままじゃ57億人が死ぬんだよ。戦争が終わったって何も残ってない世界に私たち放り出されるんだよ。あんなひどい世界を変えるために私はここに来たの。そして過去を変えるためにはオカリンおじさんの協力が。断る。俺はアルファ世界線からここに来た。俺の大事な女の子の命を犠牲にしてまでここにたどり着いたんだ。57億人が死のうと知ったことかよ。あいつのクリスの犠牲を無駄になんかさせないからな。つまり、おじさんは別のアトラクタフィールドにいたってこと？すごい。それが例のリーディングシュタイナーなんだね。なぜその名を？父さんから聞いてる。それに私もオカリンおじさんとは会ったことがあるんだ。未来でね。俺と？そっか。そしてそっちのアトラクタフィールドでも私は同じように2010年に来たんだね。オカリンおじさん、今
おじさんは断るって言ったけど。そうだ、クリスの死は無駄にしない。マユリを殺させはしない。ん？マユシは死んじゃうの？さっきから言ってるそのクリスって、マキセ・クリスのことだよね。聞いて、おじさん。もしも、もしもだよ。この世界線の未来を変えるために必要なのが、2010年7月28日に亡くなったマキセ・クリスを助けること。って言ったら？な！タイムマシン、これがあれば。私が望む世界線は、オカリンおじさんが通ってきたっていう、アルファ世界線だっけ？そこじゃない。目指すべきは、アトラクタフィールドの狭間。どのアトラクタフィールドからも、一切干渉を受けない。たった一つの世界線。通称、シュタインズゲート。の。シュタインズゲートはさ、まだ誰も見たことのない未知の世界線らしいんだ。らしいって、それ誰かが観測したんじゃないん？観測はされてないんだよね。だから未知なわけで。でも、シュタインズゲートのダイバージェンスは、お父さんとオカリンおじさんとで、すでに割り出されてるよ。相対値で、ここから、-0.081609%。そこがシュタインズゲート。その世界線に到達するために必要な条件が、クリスの救出。そういうこと。第三次世界大戦を回避する鍵なんだよ。彼女が生きていればさ、戦争は起きない。少なくとも57億人も死なないんだ。なぜだ？え？なぜクリスなんだ？確かにクリスは天才少女だが、あいつが57億人を救う英雄だっていうのか？よくわかんない。わからないって無責任すぎるだろ。私は父さんの立てた計画通りに動いているだけ。その計画、元はオカリンおじさんが立案したらしいんだけど。だからおじさんの計画が間違ってたら、私のやってることも意味がない。どうしてまた聞きなんだ？直接俺に指示されたわけじゃないのか？オカリンおじさんは10年ぐらい前、今からだとおよそ15年後。
ら真相はわからない。父さんはオカリンおじさんの意志を継いでこの計画を実行するためにたった一人でタイムマシンを作り上げた。ああ、カリンおじさん、その世界線シュタインズゲートは未知っていうぐらいだから、どんな未来が待っているのか誰も知らない。もしかしたら第三次世界大戦が終結した後でディストピアが構築されるかもしれない。もしかしたらマキセ・クリスはオカリンおじさんが助けた2日後とかに死んじゃうかもしれない。もしかしたらオカリンおじさんは2025年じゃなくて1週間後に死んじゃうかもしれない。でも同時にもしかしたら2036年になるまで第三次世界大戦も起きないしディストピアも構築されないかもしれない。マキセ・クリスも他の誰も死なないかもしれない。素晴らしい未来が待っているかもしれない。少なくとも私がいた2036年でもなく、アルファ世界線の私がいた2036年でもなくなるのは確か。先は見えない。完全な未知。それでも言ってくれるなら、それでも私と一緒に7月28日へ飛んでくれるなら、この手を握って。あのね、マユシーは今の話ちんぷんかんぷんなのです。でもね、そのマキセさんっていう人はオカリンにとっては大事な人だったんでしょ。だったら頑張るべきだよオカリン。57億人救えるかどうかってのはちっとも想像できないけどな。ごちゃごちゃ細かいことはいいから、その女の子を助けることだけ考えればいいんじゃね。そうすればモテ期到来確定だし。やるよ。結局俺がお前の手を握るように運命は収束するんだろう。
一緒に。ありがとう、オカリンおじさん。じゃあ乗って。ちなみにそのタイムマシン、二人乗りを。もちろん、私の父さんが作った最高傑作なんだからさ、当然だって。ダルは娘に愛されてるな。言葉の意味はよくわからんが、とにかく父さんではなくお兄ちゃんと呼べ。オカリン、絶対帰ってきてね。行ったまま戻ってこなかったら嫌だよ。別に違う世界に行くわけじゃない、過去にちょっと戻ってくるだけだ。携帯出して。おい、持っていかない方がいい、混戦するから。ハッチ閉めて。時間はこれぐらいでいいかな。ギリギリすぎないか。このタイムマシンって場所移動ができないの。というと？例えばここ、つまりラジカンの屋上からタイムトラベルを開始した場合、どの時間へ飛んでもラジカン屋上の座標にしか到着しないんだ。まあ本当はもっといろいろ複雑な計算してんだけど、今は説明しない。とにかくそういうことなんで、発表会の前日に飛ぶこともできるけどさ、そのせいで騒ぎになって発表会中止とかになっちゃまずいでしょ。なるほど。おじさんってタイムトラベルは初体験だっけ？あのな、おじさんと呼ぶのはやめてくれ。タイムリープは腐るほどやったが、タイムトラベルは初めてだ。ジョン・タイター曰く、かなりの G が発生して引っ張られるような感覚があるらしい。ああ、それ書いたの、私。ジョン・タイターのことか。そう、2000年に飛んだ時に。そうか。あんまびっくりしないんだね。改めてこのミッションについて説明するね。向こうに着いたらのんびり話してる時間はないはずだからさ。目的はマキセ・クリスの死の回避。アトラクタフィールドによる収束は？言ったでしょ、その日は分岐点なの。マキセ・クリスの死の可能性は大雑把に計算して 50% なんだよ。収束は起きないんだな。起きるかもしれない。うん、多分起きる。でもきっと抜け道があるはず。その抜け道こそが
シュタインズゲートの入り口なの。それと一つ忠告を。ドクター中鉢には気をつけて。どういう意味だ。私のいた2036年では第三次世界大戦が起きたって言ったよね。その原因をたどっていくと中鉢論文に行き着く。ドクター中鉢が書いたっていうタイムマシンに関する文書なんだけど。しかし奴のタイムトラベル理論はジョン・タイターのパクリ。つまりタイターがネットに書き込んだことは正しいということか。一部に嘘は混ぜておいたから、私が書き込んだ時はあんまり相手にされなかったんだけど、まさか10年経って再評価されるとはね。私の書いた理論をもとに独自の考えを加えたみたい。その完成度はとても高いらしいんだ。とにかくドクター中鉢はマキセ・クリスの殺された会場にいたんだよね。だから彼には注意しといて。彼もまた世界線を大きく変えるキーマンのはず。じゃあ行くよ。シートベルトを締めて。結構揺れるのか。揺れはほとんどないよ。たった3週間だからものの 2,3 分で行けるはず。最初に1975年へ飛んだ時なんかさ、6時間ぐらいかかって暇で暇でしょうがなかったよ。2,3 分だからあえて酸素マスクはしてないけど、タイムトラベルの間この中は無酸素状態になる。な、我慢しろと。ここに。エアポケットができるの。そこに頭を突っ込んでおけばさ、10分くらいは呼吸できるわけ。なあ、もし仮にクリスを救うのを失敗したら。実はそんなに燃料はなかったりするんだよね。もともと入れておいた燃料はギリギリだから、2036年に帰る分の燃料もなかったり。つまり世界線を変えられなかったら私はこの時代に残るしかないんだ。あ、でも心配しなくてもいいよ。8月20日から7月28日への往復はさ、まだ2回ぐらいなら可能だから。燃料がないならどうやって2036年に帰るつもりだ。帰る予定はないんだよね。シュタインズゲートへ行けたらこの時代にタイムトラベルしてくる理由はなくなるでしょ。因果が再構成されるんだ。ここにいる私は消滅して、きっと2036年で平和に暮らしてるはずだよ。というわけでオカリンおじさんの頑張り次第。
ぐっ、あついたよ。1975年で買ってきたんだ。でもまだ3年も使ってないよ。出るよ。オカリンおじさんはマキセ・クリスをマークして殺されるのを阻止して。お前はサポートに回る。それと携帯を取り上げた理由と関係するけど、ここには7月28日現在のオカリンおじさんもいる。今世界に岡部凛太郎は2人いることになるの。いい？自分自身との接触は絶対避けて。深刻なタイムパラドックスが発生する可能性があるから。タイターが言っていたことと違うが。あれは単なるフェイク情報。了解だ。じゃあ状況開始。終わったらこのタイムマシン前に集合ね。おじさんは隠れて、私がおとりになる。
クリス。私、あなたと面識ありました？いや、さっきこのビルの屋上から降りてきましたよね。屋上で妙な音がしたし、ビルが揺れたように感じたけど、それと何か関係が？一体何があったんですか？ドクター中鉢の仕込みとか言わないですよね。聞いてますか？すごい汗ですけど。何ですか？質問に答えてください。答えて。俺はお前を。何です？